それましたね。ネオントリオ、おはようございますけど、こんにちは、こんばんは、わかりませんけども、我々ネオントリオですから。それで、とりあえずまずね、リーダーから。リーダー、俺がリーダーです。ネオントリオのリーダーでございまして、長崎正明と申します。こちらの方は、はい。俺がね、またどういうわけだか、自分でもね、うっとりしてるんだけど。うっとりしてる。富士斎太郎というね。斎太郎。もう令和にぴったりだね。いやそうかな。そうかなって。時代劇みたいな。仲間なんですから。仲間だから。俺らはだってほら、6月20日に新曲出してもこれね、三味線の人演歌を出したんだけど、それから2、3回いろいろほら発表会もやったじゃないですか。はい、やりましたね。まあ一旦ね、影山先生。本当にもうギャラの配分と、しのぎのこの取り合いの、まあ、もう時期解散じゃないかと思うんだけど、俺。ギャラもらいましたか。ねえ、どういうこと。もらったよね。もらったっすよ。そんなに。そう、どここれ。これ、どういう意味を。こういうものを、もうたくさんね。貴景勝の方が。いやいや、照ノ富士。あ、照ノ富士。まあはい、それはそれでありますけど、じゃあ、ご紹介を。はい、名古屋から来ました高山秀夫と申します。よろしくお願いします。物忘れの激しい方なんだよ。名古屋です。携帯やっとくかよ。携帯やっとくどうしたら。タクシーの中で新幹線忘れたよ。おいしそうですから。名古屋から。いやいや、新幹線降りてこの徳間のスタジオの方に来てね、品川の駅から来るんで、その5分の間に忘れるんだ。でもすごいよ、この人、斉藤さん。斉藤さんじゃなくて。まあ、とりあえずこのネオントリオ、ね、結成して、まあ、約1ヶ月経ちます、はいはい、ね、でも本当になんかすごくチームワークがいいっていうようなことも言われてる。全然みたいだけど、全然そういう話聞こえてない。仲悪いねって話聞こえてない。こんなに俺はもう絶対うまくいってると思ってるからね。そうですか。リーダーだけがいいっていう話ですよ。そうみんなね、でも聞いてみるとね、地方行くと、みんなだからそれなりに、なんか組んだまたネオントリオがある。そうなんだよね。ね、名古屋も東海も、東海ネオントリオってあるんです。俺、茨城の方の出身なんで、茨城にも行方市の出身なんで、行方ネオントリオってできちゃうんですよ。だからそういうふうにね、全国でこう皆さんがね、広げてくれて、やってくるからね、こんなに強いことないよね。そういうことでね、このまあネオントリオってね、やっぱりこうネーミングなんだけど、結局今このね、時間考えたら、まあ、どの時間か分かりませんけど、もうね、ネオン街がどうのこうのっていう話はまだね、できるかどうかは知りませんよ。でもやっぱり、ああいうネオン街で、やっぱり我々がね、やっぱりその、60年代、70年代のね、あのいわゆる、こう、なんか、いろいろ、流しさんがね、こう、一応ギターを持ったり、三味線を持ったりね、して、まあ、3曲いくらとかってやってた時代があったわけですよ。そういうのをね、一回やっぱりね、現代に戻った中でね、我々もできないかなと思ったんでね、このネオントリオっていう、まあ、ネーミングつけたんだけど。高山さんね、そういう発想はやっぱり、こちらの方じゃないと出てこないよ、我々若者は。ちょっと頭が違う。頭も違うよね。本当に頭も違うよ。雰囲気的に考えても幅も違うよ。あとね、何だって、ね、このやっぱり三味線流しですよ。この歌がまた何とも言えない。ね、やっぱり僕はね、実はこの歌はもっとね、細かく言うと、実はこのコロナ禍の入る前に実はできてた歌なんですけど、もうこの歌ができて間もなくコロナ禍になっちゃったんで、ほとんど歌うこともないまま来てしまったんですね。それで実は、一人メンバーがいたわけですよ。で、このメンバーが、これやっぱりなかなかベテランのね、この業界のベテランの、まあ、ディレクターがいらっしゃって、その人が亡くなってしまったんですね。ですから、ほとんどもう、我々ご披露もしないまま終わってしまったっていうのが、まあ、現実で、それで、あるところでね、いろんなお話がありまして、あの歌をぜひね、もう一回そのやってほしいんだという声が結構出たのでね。それでは、奈良さんに一応ご相談申し上げたら、ぜひやりたいと。で、俺にリーダーに差し付けたらやりたいって言うから、もうそれはもうぜひぜひ喜んでっていう話をして、当たり前でしょ。そしたら結局ね、まあ、奈良さんもあちらこちらでね、お仕事行ってるんで、それでたまたまね、高山さんとのお出会いがあって、それで、まあ、
話を聞いて、うん、ではぜひお会いしたいと、いいことね、お会いしたらね、素晴らしい方だとね、方だと。いや、ありがとうございます。じゃあね、名古屋でね、やっぱり作曲家の、本業なんだけど、お店もやったり、はいはい、イベントもやったり、うん、もうやっぱ熱心なんだよね。あ、仕事に向いてこういろいろこう、いろいろこう熱心にやってるから、うん、こういう方と組むとね、やっぱり正直言って会社としては売り上げものみんなねえかなぁと思いながらね、そんなことでね、期待しながらやってんだよ。なんかぜひ、なんかあれば、はい、メンバーに誘っていただきまして本当にありがとうございます。迷惑そうですね。いや、迷惑じゃないんだけど非常に知らないから、だから電話も忘れるんだよ。それも嫌なんですよね。でも東海の名前の地区の方でも随分あれだよね、この東海の4トリオで、うん、もうコンビ組んでね、なんか本家よりもいいって評判。東海、うん、女ネオントリオも作ってます、ね、女ネオントリオもできるの、すごいね。作っただけダメなんですよね、その人たちがいろいろ売ってももらわなきゃいけないし、当然ね、まあ、歌ってはくれるでしょうけど、それよりも毎日ね、うん、会社としてはね、やっぱりね、売り上げを出さなかったらいけないんですよ。これがね、何がいいこと言うね、この人。その通りです。そうですよね、それでやっぱり我々が裏腹が欲しい、やっぱり生きてたやっぱり、ね、人生ってそういうものなんですよ。だってカラオケもね、もう第一故障のカラオケの頃の俺のこのネオントリオの自由に見てた演歌版が一番歌われてんだよ。あ、そう。本当なの。そういうんだよ、俺作ったんだよ、いいんじゃ入ってくるな。もう遅すからね、はい、うん、みんなね、結局この3人は揃ってやっぱりね、うん、バカなんですよ、うん、演歌バカね、うん、やっぱりこれで持ってるわけですから、うん、ただね、所詮でね、僕がこの前あるところで聞いたんですけど、これだけは言ってほしくないのは、うん、例えば、うん、高山さんが、うん、地元で2人になるときに必ずこの2人いないわけですね、はい、この2人をいないときにどういうご紹介をするかが問題なんですよ、うん、そうということはある意味こう言うんですよ。今日は2人はね、うん、なんか罵声のなんか仕事行っちゃってね、大してギャラじゃないんだけど、うん、そっちの方がいいって言っちゃったんですよ、こうやってね。なんかそんなことを言われちゃうと嬉しくなっちゃって、その通りなんで特にね、もう奈良さん、そういう仕事好きだから、細かいのは好きだから、あんまり大きいのが好きなんですよ。細かいのよ、俺。大きいのこの間やったじゃないですか、東京だって。4月の3日に325人こんな時期になって、ディナーショーやったんですよ。すごいですよ。320来てもらったけどね。すごい。すごい。すごい。やったじゃないですか、メモントリーを。あれお前よかったんですから、俺は。あれ、5万ぐらいの会場だったら、ちっちゃいもんね。すごい。本当に。そりゃそうです。お祝儀っていうのはね、もう聞こえがいいんだけど、まあ、ありがたいことですよ。キングドッグじゃないんだけど。そうそうそう。でもね、キングドッグじゃないんだけど、袋に入ってるの中身が見えないのよ。そうですよ、ね。だからね、袋に入んないで、まともにくれるのが一番多いの。袋に入ってるのはね、これは立派でも中身はね、割と少ないですけども。本当に。あんまりね、こういう話をしたくないんですよ。したくないけど、どこなんですよ。でもね、本当に気持ちですよね。気持ち。本当に。そりゃそうですよ。だってね。もうね、中にね、何が入ってもいいんですけど、いや、本当に嬉しい。それで僕はね、リーダーに申し上げたのがね、はい、なるべくね、リーダーのファンの方もね、我々にいただけるといいんだけど、一応事前にお話をしててくれと、うん。僕はそういうね、袋とかね、そうとあんまりね、喜んでもらえるないんで、うん、できれば米とか、うん、醤油とか、うん、味噌とか醤油とか、そうそうそう、そういうのをね、お願いしたいって言ったら、そうそう、いや、今日ね、今言われても困るって言うんですよね、うん、だから、次回からちょっと楽しみにちょっと見ててくれますよ、うん、どういうものが思うのが好き、俺らの二人は軽いものが好きなんだよ。そうなんだ。中井さん、どうなんですか、こういうなんか言葉って、それは我々注意するとは何ですかね。注意したって無理だよ、俺生とろったって無理なんだから。芸能人は半分嘘だと思ってた。何言ってんですか。でも見てください、このシャツだってこれ俺作ったんだよ、これ二人はただなんだよ。自分が作ったわけじゃないでしょ。俺作ったんだよ。どこで作ったんですか。だから俺の後援者にお金出して頼んで。いや、頼んだんでしょ。自分が作ったんじゃないでしょ。そういう意味じゃないでしょ、作ったのは。だから作ったってのはさ、だって自分が作ったようなもんでしょ。俺もだからさ、何言ってんのか、これ俺がそのまま俺が作ったんじゃないですか。違う違うじゃないですよ。リーダーはね、ここに来て勉強したじゃんか。勉強だってさ、自分でこう一生懸命ね、よられしてさ、やってくれたことがね、うん、だから、いやリーダーありがとうって言うよ、うん、俺が金出してさ、どうですか、そういうね、
言い方したらおかしいでしょ。それはひねくれてるよ、逆に好きなそれそれできるわけないじゃないですか。でもね、やっぱりね、田辺さんね、こういう話をしてるとね、どうもやっぱりね、合わないわ、合わないわね、もしかしたら言ってるように文字解散だからね、そのね、ご趣味とかね、そういう問題じゃないね。そうだね、はっきり言って、うん、もっと、ね、以前の部分からね、もしかしたらね、合わないかも、まあ、でも、もうじき解散式もあるじゃないかと思うんだけどね。大ヒットさせましょう。まあ、そうですね、ほら、やっぱり、二段だよね。知らねえ。二段だですよ。いや、でもすごい、やっぱり。立派だね。立派だ。ああいう言葉出ないもんですよ。あれ、だから、俺の部分だけど、名古屋から東京来るまで、考えたんじゃない。どうもあんない。いやいや、そうですね。じゃあ、出てこないよ、こんなの。ありがたって、ね、もうこれから、でも真面目な話、このやっぱり昭和の匂いと、それからネオントリオのネオンと、ネオンキラキラ輝いてね、その時をこう味わって、そういう時代に戻ってほしいというネーミングから考えたわけですから、もう本当にこの大変な世の中だから、みんな殺してるけど、楽しくないといけないんでね。そうですね、うん、やっぱりこの楽しく歌が歌える時代になってほしいなというね、そうですね、しますね。そうですね、うん、こういう時代だからこそね、やっぱりこういう歌でみんなね、うん、明るくなってもこられたりし、やっぱりだって僕らもね、結構 この歌を、ね、歌ってもらったりした時にね、あのみんなね、もう歌うっていうか素人だから言うもんね、いやもう最高ですよ、このイントロからね、あれしてもそういう話を聞くと、もしかしたらっていうね、やっぱり希望と勇気もね、湧いてくるし、だから昭和に生まれたよね、人間にとっては、うん、本当に。さあ、だから、高山さんは、三味線自分でもやってるから、すごいですね。